国は今日から新型コロナ対策としてのマスクの着用を個人の判断に委ねます。受け止めは様々ですが、期待の声も聞かれました。12日の午後8時を回ったところです。アミプラザ大分ではマスクの着用を呼びかける入館時のお願いを今剥がしにかかっているところです。アミプラザ大分では昨夜マスク着用を呼びかけるポスター10枚を撤去しました。今朝の JR 大分駅前では通勤通学の時間帯、マスクを着用した人が多く見られました。外さないかな。外さないですね。やっぱり周りが気になるかな、やっぱり。別にそんなにしてももう気にならなくなってるしね、マスクして慣れてるから。これからは場所に応じてメリハリにつけて、こうやって外したり、つけたりしたいと思います。今までと違った生活をまた元に戻したいなという、はい、開放感を楽しみたいと思います。マスクしてると肌荒れが気になるんで、しないでいいならしない方がいいなと思います。国は今日から屋内屋外に関わらず、マスクの着用は個人の判断に委ねます。マスク着用の個人判断に期待を寄せているのがこちら、化粧品業界です。大分市の商業施設内にある化粧品店では、着用の個人判断を受けて売れ行きに変化を感じています。マスク外された時に、やっぱ口紅ちょっと艶のある綺麗なお色をつけたいというお客様とかが増えておりまして、ここ3年間マスクで隠れている口紅やチークなどが売れ始めているということです。前向きな気持ちでスキンケアとかメイクっていうのを楽しまれるお客様が増えていくと思いますので、期待はもうすごく大きく、はい、期待はしておりますけども。コロナ禍で化粧に対する考え方が変化したという人も。マスクで隠れる部分はもうそんなに力を入れないというか、手を抜いたりはしてました。外す機会が増えればしようとは思います。一方で、重症化リスクの高い高齢者などへの感染を防ぐため、混雑しているバスや電車の中、医療機関などではマスクをつけることが引き続き推奨されています。